七つの時計は1929年にイギリスの小説家アガサ・クリスティが発表した長編推理小説である。本作品はチムニーズ館の秘密から4年後という設定で、前作で初登場したロンドン警視庁のバトル警視登場を2作目の作品である。前作では脇役だったバンドルト・ビル・エヴァズレーが、本作品では主役として活躍するほか、ケータラム教、 ジョージ・ロマックスなども前作に引き続いて登場する。また、本作品で登場人物欄に名を連ねない早くで登場する、メルローズ大佐もケイタラム教の友人として登場している。鉄鋼王、サー・オズワルド・クートがケイタラム教からチムニーズ館を借り受けていた期限が終わろうとする頃、ジミー・セシジャーとジェリー・ウェイド、ロニーでルー ビルヴバズレーの4人はチムニーズ館に宿泊客として滞在していた。ある日、毎日昼近くまで寝ているジェリーウェイドを起こすためのいたずらを思いついた他の3人は夜中に8個の目覚まし時計をセットして朝を待った。しかし翌朝、目覚ましが鳴ってもジェリーは目覚めることはなかった。ジェリーは多量の睡眠薬を飲んで死亡していた。しかもベッドに仕掛けたはずの目覚まし時計が7個。 マントルピースの上に並べられ、残りの一つは庭に投げ捨てられていた。数日後、オズワルド・クートから返還されたチムニーズ館に戻ってきたケイタラム教の娘バンドルは、自室の机の中から、ジェリーが義前のロレーンに当てた手紙を見つける。手紙には、セブンダイヤルズの一件、どうか忘れてくれと記されていた。 翌朝ロンドンに向かうために車を飛ばしていたバンドルは目の前に飛び出してきた男を何とかかわしたものの路上に倒れたその男はセブンダイヤルズ伝えてジミーセシジャーと言い残して死亡した車に跳ねられて死んだのではなく実は射殺されたその男はジェリーの親友のロニーデバルーだったジェリーとロニーの死に共通するセブンダイヤルズに疑惑を感じたバンドルはまず ジミーセシジャーに会いに行く。そこへ、ちょうどジミーを訪れていた、ジェリーの疑前のロレーンとも出会い、ジミーと3人で、情報交換し合う。どうやらセブンダイアルズは、国際的な秘密結社で、戦時中ドイツで、情報活動を行っていた際に、その秘密を知ったジェリーはロニーに何か相談したのでは、ないか、そして、 ジェリーの死に疑問を感じたロニーがセブンダイアルズのことを調べようとしたため彼は消されたのではないかと。また、ジェリーの部屋のマントルピースの上に並べられていた7個の時計はセブンダイアルズを意味しているのではないかと。さらにバンドールが政府高官のジョージ・ロマックスがワイバーアン層で政治的なパーティーを開こうとしているところに セブンダイアルズから脅迫状が送られてきたという話を思い出して、二人にそのことを話す。そして、何かが起きるであろうそのパーティーにジミーとバンドルが出席することに決める。さらにバンドルは、ロンドン警視庁に、旧知のバトル警視を訪ねて、ジェリー・ウェイドとロニー・デバルーの死にセブンダイアルズが関係していることを話し、セブンダイアルズについての情報を求めたところ、 この件に関わらないよう忠告される。それでもしつこく食い下がるバンドルに、バトルはしぶしぶながら、ビルエバズレーに聞けば必要な情報が手に入ると、ヒントを与える。翌晩ビルエバズレーにあったバンドルは、イーストエンドにあるセブンダイアルズクラブという、ナイトクラブを教えてもらい、彼に、そこへ連れて行ってもらったところ、一月前まで、チムニーズ館の重木だった、旧時のアルフレッドに出会う。 よく言う、もう一度クラブを訪れたバンドルは、アルフレッドに、クラブの中を案内させ、賭博室の奥の秘密の部屋がセブン・ダイアルズの会合の、部屋で、今晩その会合が行われると察知する。その部屋の戸棚に隠れたバンドルは、そこに集まった時計の絵を描いたベールを被ったセブン・ダイアルズのメンバーを見た。彼らは、ワイバー・アンソーで行われるパーティーと、 その出席者の一人であるヘルエヴァーハルトの発明品が何百万ドルもの価値があり何人もの人命と引き換えにする値打ちのものであることを話し合っていた。さらにバンドールは彼らの組織のことを記したジェリー・ウェイドの手紙をバンドールに見つけられたのはバウアの失策であると話すのを聞き及ぶ。バウアはチムニーズ館に新しく雇われた重木だった。ワイバーアンソーのパーティーで エーバーハルトが発明した鋼鉄の新しい製法の公式を記した書類をセブンダイアルズが盗もうとしていると考えたバンドルとジミー・セシジャーはパーティーに出席していたビルエヴァズレーにそれまでの経緯を打ち明けて仲間に加えジミーとビルが交代で不審判をすることにする。そしてその夜格闘の音とともに2発の銃声が屋敷中に響き渡る。ケータラム教が 検視尋問というやつはかなわん。二度目だぞ、これで。四年前のあの騒ぎ、覚えておるだろう。と語るなど、作品中、四年前の事件に何度も言及している。メルローズ大佐は、エルキュール・ポワローものの、アクロイド殺しやハーリー・クイーンものの短編、愛の探偵たちにも登場する。ありがとうございます。